タカちゃん、そろそろやめないとミオちゃんが怖いのよ。そうだった。あ、いが、悪い病気が。で、結局、お前さんたち何しに来たんだ。いや、何、久我幸太郎って坊やに悪さをしようって連中がいてね。その悪い人たちは私たちの世界にとっても困った人たちなんです。だから厚かましいですけど援軍に来ました。幸太郎なら俺の弟子だ。巡り合わせとはこのことだな。おや、そうなのか。それで、その幸太郎少年は？そういえば、今日はまだ姿を見せていないわね、あのバカ。バカって、そりゃ幸太郎さんはバカですけど。幸太郎様は妹君のお見舞いでございます。もうすぐ面会が終わりましょう。会えるの楽しみだね。ただ最近幸太郎さん落ち込んで。神が落ち込むってのはどうにも格好が良くないんだがな。神？幸太郎ってのは神様なのか？2年前あの人は古き神々を殺しました。神を殺した者は神です。そっか、その可能性が、あのワールドタイムゲートを開いたのですね。未だによくわからんのだが、そのゲートとやらは何の役に立つんだ。他の世界を侵略したり、異世界の異物を手に入れたりするのに使うのさ。まあ、悪党には似合いのおもちゃだな。トラブルの源よ。そう思っていればいいわ。そういうことか。じゃあ、幸太郎君を待たせてもらおうかな。新任のこと、まだ気にしているの？当たり前だろ。たった一人の兄貴だったんだぜ。そうだよね。新任はずっといいお兄さんだったものね。ごめんな。月子の体が悪いのに見舞いに来た俺がこんな有様でさ。調子がいいから、いくらでもコウの話したいこと聞いてあげる。ううん、私が聞きたいの。悪い。いつもお見舞いに来てもらってるもの。だから、いくらでも泣いていいんだよ。泣いてねえよ。ただ、なんで兄貴はあんなことをしたんだろうって。そう思ってさ。
私が久我のお家に来た頃から新兄は体が弱かったものね。あの頃はお前は元気だったよな。俺いつも泣かされてた。そうだね、コウは弱いから守ってあげなくちゃねっていつもロイちゃんと話してたな。ねえ、ロイちゃんは最近どうしてるの？なあ、その元気にやってんだけどさ、相変わらずなんかずれてんだよな。自分のことを正義の USA 忍者なんて言っちゃってさ。本当にロイちゃんらしいね、それ。忍者とか陰陽道とか好きだったもんね。新兄と一緒にいっつもおじいちゃんの話を聞いてた。俺はちんぷんかんぷんだったから、あん時はどう思われてたんだろう。おじいちゃんはこうのこと才能があるって言ってたよ。魔法は学問とは違うからって。そんなもんいらねえよ。ザサエさんも俺を守っていなくなったし、新兄は俺と戦おうとして世界に溶けて消えちまった。ごめん。でもその城に捕まってたいろんな人はみんな解放されて自由になったんでしょ？なら新兄だってどこかで。そうだな、俺もそう思いたいよ。ずっとコウと私、新兄にロイ、みんな一緒だったんだから。落ち込むの当然よ。俺コウは間違ってない。正しいことをしてたくさんの人を守ったの。ありがとう。本当に妹のお前にこんな心配かけてさ。俺いいんだってば。私コウのお姉さんだもん。昔はいっつもコウが熱を出して私が看病してたでしょ。それと同じ。守りたいの、コウのこと、ずっと。ほんと叶わねえな。じゃあ俺そろそろ帰るよ。面会時間そろそろ終わりだもんな。今度はロイも引っ張ってくる。ロイちゃんもいいけど、いい加減彼女くらい連れてきて私を安心させてほしいな。バカ、そんな相手いねえよ。いないんだ。やっぱりこうってば、月子お姉さんがいないと全然ダメなんだから。また来るよ。おとなしくしてるんだぜ。うん、気をつけてね。廊下で走って転んじゃダメだよ。わかってるよ。じゃあな。こんなことでどうするんだか、俺も。電源を入れるなり着信かよ。おっさんからだな。もしもし、おっさん。誰がおっさんだ。いいか、俺はまだ30ちょいだ。30といえば立派にナウナヤングだぞ。ナウナヤングのどこが若いんだよ。細かいこと気にするやつだな、お前も。なあ、お前に客だぞ。客？それも異世界からのお客さんだ。異世界ね。分かった。2秒で戻るぜ。事務所に戻ればいいのか？いや、フミコ女子の屋敷だ。そこでさっきからお前を待ってる。フミコたんとこだな。分かったぜ、おっさん。飛騨なんだ。あそこはいいところだな。ええ、
ても静かで良いところです。しかし三部屋って言ったらてっきり熊本だと思ったけど。千年変わらず三部屋は飛騨ですよ。近衛さんのお国はどちらなのですか？俺は熊本の花岡山だよ。飛騨ほどじゃないが綺麗な山だぜ。私は飛騨とこの東京しか知りませんから羨ましく思います。そりゃもったいないな。こんばんは、ふみこたん。その人が俺の客か？そうよ。近衛隆之さんって言うんです。ふーん、愛想がないな。疲れてるんだろう。近衛だ、よろしく。久我幸太郎です、よろしく。近衛さん、もう少し熊本の話を聞かせてくれますか？古の雅を返する方というのは久しぶりで。俺でよければ。ちぃ、何をしに来たんだか。こんばんは、お兄ちゃん。お、こんばんは。タカちゃんと一緒に隣の世界から来たの。これからしばらくよろしくね。へえ、ちっちゃいのに大変だな。コウタロウお兄ちゃんのゲートを悪いことに使おうとしてる人がいるみたいなの。またあんなことが起きるのか。そういうことがないように来たんです。頑張ろうね、コウタロウお兄ちゃん。うん、そうだな。またあんなことが起きるんじゃ落ち込んでばかりもいられないよな。うん、よかった。お兄ちゃんは元気でないとダメだから。ま、バカだからな。それが取り柄さ。でもお兄ちゃん、気をつけた方がいいかもね。お、気をつける？何を？さよお姉ちゃん、睨んでますよ。うわ、すごい顔だな。幸太郎さん。なんだなんだ？やっぱり、ロリコンなのですね。なんだって？俺はこの子と話していただけで。そうなのですね。不潔です、不潔です。許せません、そんな幼い娘を不埒な目で。違う、誤解だ。なるほど、面白いな彼は。退屈はしないな。それじゃあ何かあったらミュンヒハウゼンに行ってちょうだい。私は休むわ。この雰囲気じゃ今夜のロマンスには期待できそうもないしね。期待しなさんな、そんなものを。俺も適当にバカを引っ張って帰るよ。泊まってもいいのよ。結構だ。このままだと本当に犬になる。痩せ我慢が好きだな、あんた。よく言われる。ま、当てにしてるよ。なあ。お前さんもな。それにしても。何？月が綺麗だと思ってな。たまには天下なことを言うのね。それには同意だわ。いい月だこと。月はいつもそこにあるか。世界は違うが、綺麗な白い月だ。
おい、コウ、僕に気づかないとはひどいじゃないか。ん？誰だ？なんだ、ロイか。ありあり、月子んとこに行くところだったんだ。何？月子の見舞いか。そうか。月子は相変わらずなのか。まあな、良くなったり悪くなったりってとこか。最近はちょっと元気みたいだぜ。そうだ、お前も久しぶりに会うか。いや、遠慮しておくさ。邪魔はしたくないからね。邪魔って、俺も月子もそんな風に思うわけねえだろ。一緒に来たらいいじゃねえか。こう、お前まだ気づいてなかったのか。気づくって何にだよ。あ、お前が月子のケーキ食ったことならあいつもう怒ってないってよ。そんな子供の頃の話持ち出すな。やっぱり気づいてないのか。この分だと西洋さんのことも。いや、いいか。サヨタンがどうかしたか。ああ、そっか。お前、サヨタンのこと気に入ってたんだっけ。いや、そうじゃなくてさ。ロイ？コウ、これはやっぱり言った方がいいんだろうな。シンニーのこと。僕たち二人はいつもシンニーにまとわりついていた。シンニーはそんな僕たちに嫌な顔一つせずに付き合ってくれて、いろんなことを教えてくれた。こう、僕はシンニーのことが好きだったよ。自分が落ち込んでることはちゃんと自覚してるよ、ロイ。こう、でもお前はそれを溜め込もうとしてる。あの時のことを自分のせいと思いたがってる。違うか。すまねえ、ロイ。そこまではわかんねえ。自分がどうしたいのか、何が怖いのかもよくわからないんだ。コウ太郎、お前は自分のせいで月子やサヤさん、それに他の人間たちがシンニーのようになるのが怖いんだよ、ロイ。例えて言うなら、昔のヒーローごっこで倒した大魔王みたいに、自分こそみんなを不幸にしてる原因じゃないかって。そうかもしれない、コウ太郎。今は信じられないかもしれない、でもそんなことはない。そんなことは絶対にないんだ。サンキュー。すまねえな、お前にまで心配かけちまって。どう、俺本当にそろそろ時間だ。もっぺん聞くけど来ないか。会いたいのは山々だけど、やめておくよ。これから大事な用事があるからね。そっか、時間のある時にでも顔出してくれよ。あっちの方のでかい病院だ。受付で聞いたらすぐ病室も教えてくれるから。わかった。なあカオ、最後に一つ言い忘れてた。カオ、僕は久我孝太郎のことが大好きだよ。俺もお前のこと好きだぜ。それは嬉しいな。ありがとう、カオ。俺たちは親友だろ。礼なんて言われる必要ねえよ。